小林姉妹の対決も注目の決勝戦は、ここまで妹の吉美と森が熾烈なトップ争い、それを姉あゆみが追う展開で、ゲームは第5フレーム。さあ、まず小林よしみ、いけ、これも来た。うわ、立ち上がりスペアだったんですが、その後フォースを持ってきました。唯一やってはいけないのは、はい、森の場合はバランスを最後、はい、ファールラインのところで右側に崩してしまうとアウトですね。あ、はい、そうですか。これは大丈夫ですね。はい、はい、あと厚めか、あらあらあら、割れた。ん、落としたところがちょっと内側だったんですね。入りましたか。うわ、ゲーム動いてきましたね。さあ、はいはい、動くといえば逆に小林歩美がそろそろボールクチェンジですね。なるほど。さあどうか。いいよ。うわー、また来ない。今日はまだ出だし、おおと思わせるストライクがあった後はスペア、オープンスペア。森狙ってる目つきですね。おや、右側2本を狙いに行きながら、はい、最後の左側のピンまで飛ばしたいと。はい、面白い。はい、あーっと、うわー、右に流れてしまった。大きなカウントダウンですね。ですね。7本、一桁台が1になりました。小林歩美の乱れから、そしてこの中盤で森、2段階今動きましたね。はいはい、小林芳美が寄せつけない戦いでどんどん行っちゃうのか、ね、どっかで止まるのかっていうところが一つの焦点です ね、 ですね。4つ持ってきました、小林芳美。左側はこの紫のボールで頑張る。はい、あ、出た、戻れ戻れ戻れ、戻ったか。やっとストライクは途切れました。あまりこう大きくカーブを使わないで、はいはい、勝負しているのが小林芳美ですね。森も同じようなイメージですが、はい、若干森の方がボールの曲がりは、まあ、見ててよくわかるんじゃないでしょうかね、視聴者の皆さんには。さあどうでしょう、このラインからいいところに、ターストライ。まあオイルの状態が変化してきますと、丸山さんよくおっしゃるように、板、はい、1枚で、はい、全然違ってくるということ。そうですね、はい、さて4つ続いたストライクは、ミスりましたね。ゲーム動きました。あれ、また動いた。はい、ということはここでこそ小林歩美がチャンスです。さあ取れるか、取れるか、取った。いや、本当に流れが変わるのをそれに乗りました、小林歩美。さあということはまだ、実質的には小林歩美は吉見には32ピンぐらいですかね。森との差は16ピンですよね。ですね。森も5筆で痛いスプリットオープン。さあ戻してくるか。戻してきました。いやー、すぐ立ち直った、小林よしみ。うん、これもまた大きいですね。はい、森早苗。さあこれはチャンス。うわー、どーん、生まれてないですね。残った。さてこうなると小林歩美が来ますと森にまず近づきますね。そうですね、ここはもう本当に欲しいところでしょうね。うさあ歩美は来た、大事なところで持ってきました。ダブルが来ました。今森と小林歩美の差は6ピン差になりますね。ですね、そうですね、はい、はい、その森が、よし、これは大丈夫です。はい、行き詰まる終盤戦、シリーズ2022第3戦、頂点に立つのは。